こんにちは、マギシです。今日はですね、ドイツ語会話をちょっと勉強したいと思います。で、最近日本は暑くなったので、何を勉強するかというと、これです。 Es ist zu heiß in Japan。 もう一回振り返します。 Es ist zu heiß in Japan。Na, hört ihr mich? Es ist viel zu heiß in Japan. で、ちょっと単語を勉強していきたいと思います。Heiß, 暑い。Sein, Japan. あと、zu heiß. Zu heiß は暑すぎる。Heiß は暑い。Zu heiß は暑すぎる。つまり、わかる人誰かいますか？これどういう意味ですか？ Es ist zu heiß in Japan。 日本は暑すぎますっていう、まあ、そういう例文なんですけれども、皆さんどうですか？こうすごい暑くなって、その暑い中みんなこう急に倒れたり、ちゃんとこうね、水飲んだりしてますか？よかったらコメントで教えてきてください。で、今日は、その、暑いっていうね、単語を勉強しました。で、暑いと、あとは、この、つっていう文法を勉強したんですけれども、つっていうのは何かというと、なんか、すぎるっていう意味なんですけれども、例えば、私は眠いってなっても、ich bin zu müde。まあ、この風に使えます。こうね、前に置いておきます。で、今、暑すぎるから、es ist zu heiß。で、こうね、夜はよく眠れないと、あ、ich bin zu müde。で、あるいはこう、疲れすぎたら、ich bin zu erschöpft。とか、こう、お腹つきすぎたみたいな、ich bin zu hungrig。みたいな、こうね、いろんな使い方はあるんですけれども、まあ、もし、興味あったら、ぜひ、この、zu の使い方も、覚えておいてください。で、皆さん、こうね、夏に関するコメントとかなんかこう、いただけると、すごい嬉しいので、Twitter とかでも活躍してるので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。